はい、最近 Facebook でお伝えしていた、写真作品集が仕上がってまいりました。これはキャノンとあとどこかが、行っているアルバム制作サービスですね。まあ、多分家族写真とかをまとめたりするっていう用途が多いと思うんですけれども、ちょっと試しに、まあ最新のねオンデマンド機がどれぐらいの品質かを確かめる意味で、お願いし、まあ、作ってみました。これはですね、6色機なんですよ。最近のオンデマンドで作品集作るよとか写真集作るよってサービス、ネットのサービスは調べてみると6色機が多くなってきたみたいですね。昔オンデマンド機っていうと、まあ、e プリントとかって言ってそれほど品質がいいなと思わなかったんですけども、最近の機械は結構6色っていうからねいいんじゃないかなと思って印刷してみたんですけれども、これねちゃんと帯の言葉も帯の文言もいただいてますね。ほらこれ帯付きなんですよね、このサービス。若干高いんですよやっぱり。ただね、まあ、全然出せないって金額ではないんでちょっと何冊か印刷してみたわけです。はい、結構ね綺麗です、オンデマンド。さすが6色だけあって結構ね想像以上に、あんまりちょっと渡した人に見てもらいたいからあんまり見せませんが結構綺麗です。まあ、自分の写真がっていうか印刷が綺麗です。でね、ちゃんとこれね、ただねこれもうしょうがないんですけどね、文字のページとかはあれなんですよ、もう決められちゃったフォーマットがあって文字の書体も変えられないし、まあ、当然このマージンとかもね、まあ、半面の変更もできないんですよね。まあ、行間も文字間 もう当然動かせない。だからちょっと見出しだけ大きくなんてことも、まあ、できない。まあただね、ウェブのブラウザ上で編集ができるんで、まあ、手軽に制作はできると思うんですよね。本の制作の知識がない方でも、まあ、ほぼそんなにね見出しがどうとか、開け幅がどうのってあまり気にせずに作れるんで、そういう面ではいいと思います。ただちょっとね職業的プライド上言っときますけども、まあそれほどのもんじゃないんだけど言っときますけども、行間とかねこのマージンは確定して動かせない、ね、動かせるんだったらもうちょっとなんとかしたいんですけどね。まあその縛りの中で工夫するっていうのもちょっと面白かったです。はい、このように酒井の可愛いイラストも載っております。いいんじゃないかなと、これはいいんじゃないかと思ってます。限定10冊ですね。もう多分値段からしてこれ以上すれないみたいな。で実はですね、この6色機の実験っていう意味もあったんで、これとほぼ同じ内容で実はオフセット印刷も、かけてみます。でこれから入稿なんですけどね。なのでキャノンのサービスではどれぐらいの品質か、今度グラフィックさんにお願いしようと思ってるんですけども、京都のオフセット印刷では、まあ、どんな仕上がりかをと比べてみたいなと思ってます。であっちは単価の都合上、まあ、50か100ぐらいすると思ってるんで、多分福井と会う人はなんかどうしても受け取らざるを得ない雰囲気になるんじゃないかなと思っています。こっちもね、もしもらってやってもいいよって方がいらっしゃったら受け取っていただけたらとっても嬉しいです。まあどうしても嫌だって人は福井立った時にもう いらない、最初に言っとくけどいらないからって言っていただければ、まあ、それでも渡そうと思います。まあ、品質の話もう一回戻りますけども、黒の会長とかがすごい滑らかに出てるんですよ。結構黒つぶれがないんですよね。こう真っ暗なような作品の部分でもよく見、まあ、本物見てもらいたいんですけどね、本物見てもらうとこういう真っ黒な部分でも、ちょっとあんまり真っ黒な部分でも
黒つぶれをほとんどなく綺麗に会長が出てます。はい、以上、まず、オンデマンド機での結果報告でした。今度オフボン、オフボンっていうと若干どっかの専門用語みたいですけども、あのオフセット印刷の方もできたらまた報告したいと思います。限定10部出来上がりました。